新宿モノリスビルは東京都新宿区西新宿の新宿新都心の一角にある超高層オフィスビル。東京都が所有するとあれ地に建設された民間への賃貸を目的としたオフィスビルである。バブル経済の最中に土地の売却を計画するもさらなる地下高騰を招くことを危惧した都が売却せずに運用できる手段として建物を建設し新宅銀行。 三菱信託銀行、住友信託銀行に信託することで、毎年賃料収入相当を配当としている、自治体初の土地信託形式で運用されている。2010年に、当初20年の契約期間が満了した際に、三菱 UFJ、住友の両信託が更新を辞退したため、水保信託銀行単独で5年間延長することになった。この他都が、 実質的に所有する賃貸オフィスビルは、近隣の東京都保健医療公社、大久保病院再開発に伴い竣工した新宿、ハイジアと東京ビッグサイト、東京テレポートセンター所有のビル群がある。1991年に公開されたゴジラ VS キングギドラでは、ゴジラによって破壊されるシーンが描かれた。など2021年2月11日現在、駐車場用2基のみが、 回収完了している。残り18機は、まだ未回収状態。新宿モノリス、東京都、土地信託5年延長へ、日本経済新聞電子版2010年8月31日。ありがとうございます。